皆さんこんにちは資格スケアで司法試験と予備試験の講師をしております加藤隆です今回の動画では令和3年予備試験合格に向けた秒速シリーズを使った理想的な学習スケジュールについてお話をいたします もともとですね勉強計画に関する動画は令和3年司法試験合格に向けて9月から勉強をスタートする方を念頭に置いたものをですねまあ私のブログでも資格スケアのウェブサイトでも公開をしておりましたただ司法試験と予備試験というものは共通している部分もあれば違っている部分もありますしかも今回は11月から勉強をですね開始する方を念頭に置いておりますので、まあ、司法試験という予備試験の 違いそして、まあ、学習の開始時点が9月かなのか11月なのかっていう点で、まあ、そういった違いがあることを踏まえて新しくですね令和3年予備試験合格に向けた秒速講座を使った学習スケジュールについてお話をさせていただこうと思いました。であのこのですね勉強計画に関する記事は私のブログでも公開をしておりますあの加藤隆司の処方試験予備試験対策ブログですね。このブログでも公開しておりますが まあ文字ではなくてですね、まあ、動画の方がその内容が頭に入ってきやすいんだという方もいらっしゃると思いますしさらには私自身としてもですねやっぱりその文字で提供できるですねお伝えできる情報っていうのは限りがありますからこの記事でブログでですねお伝えしている勉強計画について、まあ、より一層ですね具体的な内容に踏み込んで皆さんにまあそのお伝えできるようにですね今回動画を用意させていただくことになりました。で なんで今回ですねこの「秒速」シリーズを使った勉強計画の動画をですね予備試験の方々向けに、まあ、その作ろうと思ったのかというと予備試験と秒速講座の相性が今回非常に良かったからです。 今回私はですね令和2年予備試験の論文について解、まあ、答速報みたいなことを自分のブログで自主的に行わせていただきましたあの司法試験についてはですね私平成28年からずっと解答速報をやったりだとか、まあ、今年はですねまあもう時間を計って全部問題を手書きしてですね公開するとかいった形で解答速報的なことをずっとやってきたんですけどあの予備試験に関してはですねこの基本7科目についてあの全部答案と解説を公開するって形での解答速報みたいなことは 今まででやっってこなかったんですね私法学書院でですね、えー、あの予備試験の過去問の解説執筆、えー、させていただいてるんでこういった形でまあ予備試験のですね、えーまあ、その自分のまあ答案とか解説っていうものをです、ね、公にしたことはあるんですけどもあのブログでですね最初から最後まで、えー、ある年度のですね答案解説を公開するっていうのは今回が、えー、初めてでした。 まあもちろんね、あの予備試験の過去問っていうものは、あの私、加藤ゼミだとか、あとはその総幕の内容を取り込んだりする過去問やってますけどね。えー、ただ、えー、こうやって公開する、えー、って形とかですね、短期間に一気に書き上げるっていうのがちょっと私初めてでした。で、えー、令和2年の予備試験の、えー、やっぱり問題をですね、私が26日と27日に一気に書き上げました。えー、これはですね、なんでこんなことをしようとしたのかというと、 予備試験の問題文が公表されて私毎,毎年確認してるんですけど、えー、見た時にあこれはなんか秒速総まくりととと過去問攻略講座との相性がすすごい良いなと思ったんですねで結構私今はですね、えー、まあ収録のスケジュールとかも落ち着いていて、まあ、時間もあるのであこれはちょっと一気に総まくり教材と過去問攻略講座の教材だけを使って一気に答案書いてみようと。 思ったんです、ね、この今日私の教材を使ってどれぐらいの数字の答案を書き上げることができるのかってことをですねちょっと試してみたいと思って書いてみました。でこの答案と解説はですね1科目2時間ぐらいです。2時間ぐらいで総まくりテキスト論証集それから「少子園学問講座」のテキストだけを参照して書き上げました。 でまあ、大体私の認識だと、えー、基本7科目の総合で一桁に入る答案は書く,ことができるで書くことができたとは思っています。であの答案の書式はですね1行28文字から30文字で合計で88行以内で書いてるんで、まあ、ちゃんと現実的な範囲内でまとめております。 でこれやっぱ実際、ですね総まくりテキストと過去問攻略講座を使って過去問、えー、令和2年の予備試験の問題をざっとです、ね、解いてさらには解説まで、えー、書いてみたところ、えー、司法試験過去問との相性も良かったですし何よりも秒速総まくりとの相性が非常に良かったです。 で今回例えばその行政法で公害防止協定の法的拘束力っていうです、ね、マイナー論点が正面から問われましたが、まあ、あれはまあ C ランクに位置づけてはいたものの、えー、ちゃんと問題の取材も論証も要件も全部、ね、文献調べ上げた上でです、ね、私のテキストに、えー、掲載してありますので、まあ、あれを書けばもう十分です、ね、上位ね上位になると、えー、いうことになります。で、えー、まあ一つだけです、ね、この公害防止協定というです、ねまあ、C ランクの論点が出たんですけどもそれ以外は全て。 秒速総くなのでまあ年々ですねこの予,備試験を予備試験対策としてその総まくり、A、講座とか司法試,試験去問講座をですね、まあ、使ってくださっている方が年々増えているということも踏まえまして今回ですね予備試験対策として、まあ、これから秒速講座を使ってどういった勉強を進めていけばいいのかということについてちょっと動画を用意しようと思いました。 でこのですね秒速講座っていうものは秒速総まくりそれから総まくり論証集および司法試験過去問攻略講座この3つをまとめたものとして私が秒速講座とか秒速シリーズという表現を使っておりますで秒速講座を使ったですね私が考える理想的な学習スケジュールは5つの段階に分類することができると考えていますでちょっとこの学習スケジュールをですね参考にしていただく際に 一点だけ留意していただきたいんですけれども、あ、二点ですね、失礼しました。二点留意していただきたいんですけど、一つはあの勉強計画っていうものは万人にとってベストなものっていうものは、私存在しないと思います。 なので私が自分の中で自分の受験生と予備高校講師との経験に基づいてこれがベストだと思うっていうものを示しますが最終的にはこれを参考にして皆さんが一人一人ですね自分にとってのベストな勉強計画っていうものを作っていただくことになります。なのでこちらも参考にしつつ えー、自分にとってですねベストな勉強計画っていうのを決めると。でこので最終的に決めた勉強計画っていうものが私の、えー、公表している勉強計画と合致することもあればちょっとずれることもあるんですね。これちょっと一点、えー、ですね。えー、まあ気をつけていただきたいところであります。であとはですねもう一つです、えー。それはですねあの勉強計画は立てた方がいいです。えー、何を言ってるのかというとこれ結局あの六ヶ月後 までの勉強計画なんですよねでこの6ヶ月間も勉強計画立てたとしてもこの勉強計画を進めてる過程でですね間に合わなかったりだとかあるいは自分であこれもやってみようと新しいことをやりたいと思ってそれによって勉強計画修正されることを余儀なくされるじゃないかとだったら最初からね勉強計画立てなくていいんじゃないかと考える方もいらっしゃると思いますが私はそうではないと思ってます。あの勉強計画っていうのはもちろんですね あの6ヶ月間分のものを立ててそれを完全に遂行することができる人っていうのはそんなに多くないと思いますやっぱり間に合わなかったとか逆に早く終わっちゃったとっいうこともありますしさらには勉強計画を遂行する過程であやっぱりこれもやった方がいいかなっていうですね自分でとって必要だと思うことがですね新たに出てくると。 いうここととによって勉強計画が修正されることはもちろんありますただ、それは構わないんです。あの勉強計画っていうのは、これは私の受験生時代もそうでしたけどもあの、修正することを前提として組んでます。なので、勉強計画っていうのをざっくりと立てるんだけれども、これがまあ修正されるかもしれないっていうことを前提として勉強を進めていくことになります。で、だからこそ、例えば、 あの11月の第2週にこれとこれとこれをやるって言ってですね週とか日ごとに細かい勉強計画を立てるっていうのが私はちょっとお勧めしないですね。もちろん例えばこのステップ1の段階でですねじゃあ11月はこの第1週にこれをやる第2週はこれをやるって形でこの1か月後今から1か月間の えー、勉強計画について日ごと週ごとに決めるっていうのはありですけど例えばあのこれから4ヶ月後とか5ヶ月後に、えー、日ごと週ごとの勉強計画を立てるっていうのはさすがにそれ無理だと思いますかえって勉強計画が遂行しにくくなるんでなので勉強計画があの後で修正されることをですね、えー、まあ想定した上でこういったまあざっくりとした勉強計画を立てるっていうのが私は大事だと思っています。 日ごと週ごとの勉強計画を立てるのはこれはもうそのでこれから1か月後で足りるんじゃないかなと思います。今だったで12月になったらじゃあ12月のですねどういった勉強計画をやるかっていうことをまた日ごと週ごとに決めていくということになります。なのであの勉強計画っていうのはですねまあ修正をされることを念頭に置いて、まあ、作るべきものです。でまずステップ1「総、えー、まくり」これをですね1科目ずつ。 短期集中で受講をしていただくことになります。で期間としてはまあ今から11月からま2月の中旬ですかね。この2月の中旬で区切っているのはやはり皆さんの場合はその担当試験のハードルが司法試験に比べて高いんですよね。予備試験の場合には。なのでしかも担当試験っていうのは法律科目だけでですね。 7科目もありますから結構勉強量が必要になってくると思います、まあ、合格率もですね低いですからね担当試験っていうのはハードルが高いので予備試験は。なので、まあ、確実な対策をするのであれば、まあ、2月中旬までに あのこういった総まくりとかっていうのを終わらせておいて残りの3か月間は担当試験に集中することができるように担当対策に集中することができるような環境にまあ持っておいた方がいいかなと思っております。まあえもちろんですねえもうすでに担当試験の合格点をですねまあプラス10点というかプラス20点ぐらいで上回っているというまあ実力がある方であれば まあ例えば3月の中旬ぐらいからね、担当の対策をやっても間に合うんじゃないかなと思います。ちなみに私は結構担当得意だったんで、まあ、そもそも過去問を私1週しかしてないですし、過去問は1週しかしないで、あとは過去問1週目の過程でですね、あの、六方全書とかですね、伊藤塾の,あの情報シートとかに、あの、取材された知識をバン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 その集約していって、あと直前期にそれを回すってだけだったので、私が司法試験受けた時は、担当試験に使った時間っていうものは、まあ、2週目以降ね、2週目以降だけの 時間であれば、二、まあ、週間あるかどうかですかね。二週間どうかあるかです。まあ、あの六方全書とか、あとはその伊藤塾の情報シートとかね。もうすでにあの印付けてあるところをざーっとですね。やまあ、読み上げていくだ、読んでいくだけでした。なので、私は二週間、まあ、長くて三週間ですかね。それぐらいあれば、十分。論文試験と並行していればですね。ちゃんと点数を取ることができました。まあ、ちなみに、私、担当試験は八千人中の六百番ぐらいですかね。 下4方がちょっと苦手だったんで,で上3方は175点中で152点でしたなので結構担当は得意だったんでまあ私見て担当得意だって人はですね、えー、例えばその試験の1ヶ月前から担当試験に集中するだけで、えー、まあその余裕を持って、えー、まあその担当を合格することができるって人もいますまあただ一応ですねいろんなまあこの学習状況の人がいるんでまあ少なくとも3ヶ月前からやっとけば大丈夫だよってことで2月中旬をあの総幕でのですね、えー、まあその周期にしています で、えー、次に、えー、まあ、ちょっと細かいことはですね、えー、この全体像をですね、もうお伝えしてからまた説明しますけど、えー、次にステップ2、これは総場繰りを受講済みの科目の予備試験過去問を書くということです。これね、インプットとアウトプットっていうものは、やっぱりその密接不可分の関係にあります。なので、やっぱりその。 具体的に行った方がそのインプットでやったことの学習効果っていうものを上げることができるんですね。もちろん総括りではそのアウトプットにですね直結する講義っていうものをですね想定していますし、まあ例えば伝聞法則なんかだったらですね総括の係礎調法で新種法試験の各問は全部総括で取り上げます。さらには民主法なんかだとやっぱり求償試験の各問で重要なんで重要な求償試験の各問を16問プラス新種法試験の各を問プラス新法試験の各を解題したものを4問取り上げているんで結構その演習 試験えー、とはいえやっぱりその、えー、予備試験の時間に合わせてで予備試験レベルの問題を解くのとではやっぱりちょっと意味が違ってくるんですよねなのでやっぱり限られた時間の中でこのまくりテキストで学んだことのですね知識をまくりテキストで学んだ知識を、えー、本試験レベルで使うってことをど,んど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 ん慣れてほしいと思いますそのののためにやるのがこのステップ2です。 要するに、ステップ1のインプットの効果を最大化するために、ステップ2でインプットした知識を予備試験の過去も使って、バン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 使っていくんですね。っ、え、て、ー、ことになります。で、えー、このステップ2の一番の目的っていうものは、総まくりテキストで学んだ知識を予備試験レベルの問題を,でを通じて使うってこと、まずとにかくなれるってことです。で、もう一つ目的があります。それは、 えー、実際に答案書いてみることによって自分にとって相性のいい論証っていうものをですねイメージしていただきたいんですね。でやっぱりその私はベストなものとしてその総まくりテキストとか論証詞の論証っていうものが書いてありますけどやっぱりその自分にとってベストな論証っていうのはやっぱり人それぞれ違ってくるんですよ。 もちろんねこの他人の文章でもそのまま頭に入れることができるってタイプの方であればもう総撲の文章そのまま覚えていただいて構わないんですけどもやっぱりちょっと他人が書いた文章っていうのはですね、えー、ちょっと頭に入れにくいというのであればやっぱそのの自分の表現に修正しななけければいけないです相性のいい文章表現ってやっぱ人によって違いますからねさらには記憶力理解力さらには答案の分量も人によって異なります。 例えば予備試験で3ページギリギリまでしか書くことができないのであれば、えー、総馬理論詔集のですね、えー、まあ理由をですねまあ削ってですね、えーまあ、さらには場合によってはその規範の表現もちょっとコンパクトにするとかそういった工夫もしなければいけないかもしれません。なので、えー、人それぞれ記憶力理解力相性のいい文章表現あと答案の分量違ってきますからこういったことを踏まえた自分にとって理解しやすい記憶しやすいで 答案で使いやすいという意味でのベストな論証というものをですね。やっぱり、ステップ II の過程で、徐々に、徐々に作っていただきたいと思っております。なので、ステップ II の過程でですね。知識の使い方に慣れるというだけではなくて、えーまあ、答案練習を通じて、本当の自分の姿を知ると。も,もしかしたら、二枚半しか書けない人もいるかもしれません。そういった人は、もう理由付けなんか覚えてる余裕ないわけです。 もちろん、規範だけを覚えていくとかですね。えー、そういったまあ工夫をしなければいけないので、このステップ2では自分の真の姿を知る。で、えー、この自分にとってベストな論証っていうものを、えー、その過程でまあ作っていくと、えー、いうことですね。えー、これをやっていただきたいと思っております。で、それからですね、このステップ1とステップ2でインプットして、なおかつ予備試験の過去問をバンバン起案すれば、もう一気に論文の事情書くそこで底上げされます、えー。なので、このステップ2ですね。 えー、ちゃんとと予備試験の過去問ままで,です、ね、やっってていいたただきたいと思っております、まあ、もちろんね全部の問題やるっていうのは難しかったとしても、まあ、少なくともですね半分、まあ、35問ですかね合計半分はやっていただきたいと思っていますそれから、えー、ステップ3です、えー、翌年の2月中旬からあ、まあ、5月中旬の本試験まで、まあ、担当試験対策にまあ重点を置いた、えー、勉強をしていただくことになりますで なんでです、ね、なんかその論文担当って分けてるのかっていうと、まあ、これも最終的には人によって勉強の仕方違ってくると思うんですけども私はですね予備試験の場合には担当の科目として下4法がありますよね。行政法法商民訴で特に「商法民訴係祖」で特に商法民係っていうものは上3法と違って論文知識っていうものはあんまり使わないんです。 ほとんどが担当の細かい知識なんですねでこういった担当のの細かいいい知識っていうものは忘れやすすんですなので今から頑張ってあの担当対策のに細かい知識のインプットしたとしてももう1か月とか2か月だったらだいぶ忘れてます。となると結構無駄が多いんですよね今からその頑張って担当対策するっていうのは。なのでもう担当の過去問ね1週とか2週終わってるのであれば。 その反復継続っていうものは私だったらあの担当試験のの直前期のもう月月とか3月に持っていきます一過性の,、えー、の忘れやすい知識っていうものは短期間でで一気にインプットした方がが効率がいいんですね今からインプットしたとしても覚えては忘れ覚えては忘れってことを何回も繰り返すことになるんで効率悪いんですよ。ということなんで私はもうステップ1ステップ2の段階では論文対策に集中していただいて。 でその後に担当対策に重点を置いた対策をすることによって一気に担当を対策をですね完成させていただきたいと思っておりますただもちろんですねこの担当試験対策の重点を置くといったとしても全く論文やらなくていいというわけではありませんやっぱりですねこの担当試験の対策だけやっているとステップ1ステップ2で身につけた知識とか方法論だとか感覚こういったものをどん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 ,どん衰退していきます で衰退すること自体は構わないんですけれども、衰退の速度をできるだけ抑えるような最低限の論文の復習はやっていただきたいと思っています。えー、なので、えー、ステップ1、ステップ2で身につけた、えー、知識、方法論、感覚、この衰退をまあなるべく抑えるための最低限の、えー、論文の復習もやると。えー、例えばですね、まあ一日まあ1つ、まあえー、まあその予備試験過去問を起案するだとか。 その1日です、ね、まあ2時間はその総目理論召集ですね、まあ、ざっと確認してインプットをするだとか、えー、そういったですね、えー、まあ勉強はある程度はやっていただきたいかなと思っております。なので最初はですねこの3ヶ月間のうち最初は担当対策と論文対策の比重を担当対策寄りにするんですね。で徐々に徐々に試験日が近づくにつれて,て,近づくにつれて担当と論文の比率を 10−0 に近づけていくということになります。 なので2月中旬から担当試験対策に重点を置いた、まあ、勉強を開始するにしてもまあ私だったら2月と3月までかな2月と3月までだったら論文と担当どっちも並行して担当に重点を置いた勉強をしてで4月以降はもう担当だけをやるというですね まあ切り替え方もちろんねあのちょっとまだ全然予備試験のね担当の対策終わってなくてもう合格できそうにないんだという方であればもうこの3か月間をですねもう担当に、えー、もうその全力投球してもらうことになりますけど、えー、そうではなくてですね、えー、まあ担当はまあそれなりにですね、えー、まあ対策もしてきてるんだと、まあ少しえー、過去ものですね1週目ぐらいとか2週目ぐらいまではまあ大体終わってるんだというのであれば まあ、2月3月はですね、えー、論文と担当のですね、えー、まあ、比重ですね、まあ、6、4とか、え、7、3ぐらいにして、え、勉強して、で、4月からですね、まあ、9、1とか、え、10、ロの比率にして、まあ、勉強切り替えれば、それで間に合うんじゃないかなと思います。このあたりちょっと学習の状況によって異なるので、あの、担当対策と論文の比,、えー、比重というものはですね、えー、まあ、各自で、え、調整をしていただきたいところです。ただ、一つ、あのですね、最初にも申し上げた通り、えー、やっぱり、 全受験生にこれは共通していることだと思うんですけども担当知識のうち細かい知識っていうものは本当に忘れやすいんでできるだけ短期集中で一気に休校した方がいいですこれはもう皆さんに共通することだと私は思っていますでそれからですねステップ4司法試験の過去問って予備試験との関係でやった方がいいんでしょうかというですね疑問点があると思いますがこれはあの科目によります例えば 刑事訴訟法なんかだと令和1年まではもう毎年のように司法試験の過去問から予備試験の問題出てたんですね。なので刑事、えー、法っていうものが予備試験と司法試験の過去問との関連性は非常に強いです。非常に強いです。あの例えばあのなんか捜索殺傷罪の現場で写真撮影したっていうあの問題が平成27年に予備試験で出ましたよね。あれも同じ問題が平成21年の司法試験で出てるんです。でしかも まあ、ちょっと細かいこと飛ばしますけど、証拠構造レベルのことも司法試験と予備試験であの共通してるんですよ。あの平成21年のえ、司法試験の過去問ってまあ、写真撮影してですねこのまあ証拠物としてのこの通帳のですね。名義がですね。被疑者名義じゃなかったんですけども。でも被疑者名義のパスポートとか運転免許証と一緒のなんか引き出しに保管されてたんで。いやこれ名義は他人でも。 被疑者が一緒に、えー、自分の免許証とかで一緒に管理してるんだからこれはあなたが実際に使用したものでしょうって推認が成り立つわけですよねで、このこ保管状況をあの証拠として残すために写真撮影したんですあ予備試験も同じですよねあれ,あれはなんか強盗かなんかの、えー、じゃんかちょっと忘れちゃいましたけどあの犯行に使用されたナイフっていうのがあってでその被疑者かたかなんか行ってその引き出しを開けたらですね、えー、ナイフが入っていてでそのナイフが なんかその被疑者名義のなんか健康保険証とかと一緒に保管されてたんですよね。で、これは被疑者のものと一緒に保管されてたんだから、だからこの内部もあなたが実際に普段使ってたものなんでしょうって推理が成り立つわけです。で、この状況を保全しようとして写真撮影してるわけですね。で、まあさらにこのまあ写真とかの伝聞証拠、該当性とか問題になってるんですけど、という証拠構造レベルのことでもドンピシャで証試から出たりするんで、えー、訴法は私は えまあ予備試験対策とととやっておくいいいいんじゃないかなか思います、まあ、もちろんねあの全部の年度やる必要なんかありませんけどあの予備試験の過去問で、えー、まだ出てない司法試験の過去問、えー、これはですね司法試験の過去問を通じてあ司法、えー、予備試験のでまだ試合されてない論点を取り上げている司法試験の過去問については、まあ、私は重要度も踏まえてですねやった方がいいんじゃないかなと思っています。であとはですね まあでききれば行政法もやっていいいたただきたいかなと思いますね、えー、例えば、えー、今年の令和2年の司法試験の問題っていうものはもちろん予備試験の過去問もですね役に立つんですけども平成20年ののの司法試験の過去問との相性もすすごくいいんですよね、まあ、一番相性が良かったのはなぜか令和2年の司法試験なんですけど、まあ、なんで同じ年度のですね予備試験と司法試験でこんな共通してるのかって驚いたんですけど、まあ、なのでやっぱり司法試験との過去問との関連性っていうのは結構強いですしでこれはまあ当たり前っちゃ当たり前なんですよ。 なんでかっていうと司法試験の問題司法試験の方がまあ歴史は深いですからね、えー、司法試験っていうものはプレテストっていう問題も含めると合計もう16年分ありますで問題のボリューム的に大体予備試験の倍です。なので、えー、16年分の司法試験過去問があるってことは32年分の予備試験の過去問があるのと同じなんですね。 なのでそれぐらいのボリュームがあるんでそれはもちろんですね司法試験の過去問から取材される可能性っていうのはもちろんありますそれはもう対象の範囲が広いからです。であとはやっぱり、えーえー、問題意識っていうものは結構共通してるんですよね。えー、なのでええー、と行政法についてはあの予備試験だけではなくて司法試験の過去問までやっておくと 私はいいんじゃないかなと、思ってます。特に原告撤格処分制行政裁量ってまず三大品質分野。これについてはやっぱり司法試験の過去問やっていうことですね。まあ、だいぶ勉強になるんじゃないかなと、思っています。で、あとはですね。憲法。 まあ憲法までやるのかと思うかもしれませんが、えー、これはですね例えばあの令和2年の司法試験で、まあ、その取材活動の自由の制限が問われましてあれは博多駅事件決定の比較考慮の枠組み使うのかそれとも三段階審査論で使うのかどうかっていう、まあ、まあちょっとね事件性的な悩みはあるんですけど私は普通に三段階審査論で書いても構わないっていう考えです。 で3段階審査論に従った答案の書き方については司法試験の平成30年令和 1, 年令,和年、ね、令,和1令和2年っていうものはもう3段階審査論を書くことを前提に問題文に使われててなので3段階審査論の使い方を勉強する上で非常にいい問題です。 で今回の予備試験の問題も、まあ、3段階審査論を書くかどうか、えー、っていうのはちょっと悩ましいんですけど私は3段階審査論全然問題ないって考えです。で仮に3段階審査論を書くんであれば結局あの問題文の誘導バンバンありましたよね今回の予備試験も。あの問題文の誘導を3段階審査論を書く段階にこのどん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 ,どん,どん反映していくんですよ。これ保証で使うのかな制約で使うのかなで意見・審査の定理過程の人権の性質とか規制対応 ででで使使うののかかかなとと当ててはめの目的審査,手段審査とかね問題文のヒンンンンバンバンババンっていくんです例えば分かりやすくその直罰方式ではなくて自己的段階的規制なんだよってことが問題文に書いてありますよねいきなり罰則が課せられるわけじゃないとまずは取材中止命令っていうのがあってこれに違反したら初めて罰則ですよとあんなことわざわざ書いてるってことはあれ問題文のヒントとして当に反映してださいねってことが書かれてるわけです。 でじゃあどこで書くのかなと思うとまあ人権の意見、えー、審査基準を定律する過程の規制の対応として直罰方式ではなくて自己的段階的規制っていう点で規制対応がそこまで強くないんだから厳格審査基準まではやり過ぎなんじゃないの中間審査基準で構わないんじゃないのっていうですね使い方もできると,ということになるんですね。 なのでこんな感じでですね問題文のヒントに気が付いてなおかつ意見審査の枠組みに落とし込む形で法的に構成して当案にどん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 ん問題文のヒントを反映していくっていうことがあの予備試験でも司法試験でも大事なんでやっぱりこういったことをですね、まあ、学習する上では問題文の構造が似ている平成30年令和1年令和2年の司法試験の過去問というのが私は最適。 だと思っておりますなので別になんか特定の人権とか論点からの取材備えてくださいとかそういった趣旨ではありませんあの意見審査の枠組みの使い方になれるっていう意味で司法試験の直近の3年分の過去問が最適なのだとえいうことですなのでなんか理論的に難しいことやっていただきたいわけではありませんからあの司法試験過去問の直近3年分の憲法をやる負担っていうものはそんなにえお、えー、大きくないんじゃないかなと思ってますあとはえ民法 これもですね司法試験の過去問から取材される頻度結構高いので、まあ、できればね予備試験の過去問でまだ出てない問題についてはやっていただきたいと思っております。でまたあの改めてですねあの「刑法行政法憲法民訴法」について令和3年予備試験との関係でやっていただきたい過去問についてはあの年度をですねちょっと改めてブログで公開させていただきます。でそれからステップ5担当試験終了後の論文対策であります。 あすみませんちょっとステップ4に戻りますけどあの司法試験の過去問っていうものはやるんだったら翌年月月の中中旬旬から、えー、5月中旬までですなかっていうともうステップ5っていうものは論文試験に向けた総募集これまでやってきたことの精度と定着度をど,んど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 ん高めるための反復え継続の時期です。 なのでできるだけこのステップ5の段階では新しいことはやらない方がいいと思いますのでなので司法試験の過去問までやるんだったらステップ4の段階でやっておかなければいけませんでこの段階で司法試験の過去問やる余裕がないんだったら私だったらステップ5では司法試験の過去問はやらないですね。やるにしてももう答案書いたりだとか解説講義主張したりってことは私だったら絶対にやりません。 絶対いららないです私だったらじゃあどうすんのかっていうと問題文をざっと見て私の回答例をざっと見てあこういった事案でこういった条文こういった論点が問題になってこういった流れで答案を進めていくんだなっていうざっくりとした回答の流れこれを確認するだけです。つまり事案ととと条文と論点の対応関係と これをロロらを結びつけた答案の流れこれこ確認するだけですこれだったらあの1問につきもう30分とか1時間でざっと終わると思うんですよね。で細かい分析は絶対にやっちゃダメですあのこのステップ5の段階では他に優先するべきことたくさんあるんでなのでやるんだったらあの問題文と答案あれをざっと確認して事案と条文論点の対応関係と答案のざっくりとした流れこれを確認するだけでも十分です。 で、えー、ちょっと、えー、ね、えー、ステップ4の話補足させていただきましたがね、えー、今申し上げた通りここはですね、えー、ステップ1からステップ4までやってきたことを反復継続することによってその精度を高めていくんですね。なので、まあ、予備校の通れ模試とかねあると思うんですけど予備校の通れ模試以外はできるだけ新しいことはやらないでもうこれまでやってきたことをですね何度も何度も何度も繰り返してその精度と 定着度これを高めていくということになります。で以上を踏まえましてまたあのステップ1からですねステップ5ごとにですね、えー、まあその個々にちょっと説明を補足させていただこうと思います。この全体像を意識しながらですねイメージしながら、えー、私の話を聞いていただきたいと思います。で、えー、秒速挿まくりこれですね1科目ずつ重厚すればいいのかそれとも憲法の第1回目第2回目。 で行政法の第一回目二回目って形で複数科目を同時並行的に受講するべきかとこれ悩ましいと思うんですけど私は一科目ずつ受講していくことをお勧めいたしますなんでかというとこのステップ一二ここは論文対策における実力を底上げする時期なんです試験勉強っていうのはこう大きく分けて二つに分類することができまして一つは 実力の底上げを図るための勉強です。二つ目が一定のところまで上がった実力っていうものを試験日までに回復するとともに維持するための勉強です。これ皆さんがあの普段からですねこの無意識のうちにやってることだと思います。もうスポーツなんか顕著ですよね。例えばちょっと体操イメージください。私幼稚園から器械体操やっててで高校三年間は新体操やってたんですけど。 えー、例えばですね体操っていうのはもその,、まあそのどん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 この新しい技っていうのをですねやっていくわけですよね例えば志田健三選手だったらまあもういっぱいあるわけですよ3回前方3回心身ひねりとかあの後方の心身の4回ひねりとかやるわけなんですけどもあの新しい技っていうものはあのぶっちゃけやるのってそこまで難しくないんでですよ、まあ、もちろんん私ねね回ひねりなんかできなかきいですよ。でも新しい技っていうものは結構できるんですよ。 ユーチューブでも結構いますよね。四回ひねりやっていましたみたいな人。でも、あれ試合でできる人っていうのは、ほんのごく一部の人間なんです。なぜかっていうと、試合では失敗することできないんで、失敗しないレベルにまで技を磨いていかなければいけないわけです。私もそうです。えー、新体制やってる時もそうですし、もう、えー、もうやる技っていうのは、もう半年ぐらい前にも決まってるわけですね。そこまでできた技っていうのを、残り半年間でもう美しさをどんどん高めていく。 なおかつ絶対にに失敗しないいいようう正,、えー、正確性も高めていくっていうことこです私さっきは精度と定着度って言ってますけど、えー、精度と定着度っていうのは違いますからね微妙には対象でいうと、えー、まあ美しくできるかどうかっていうのが精度定着度っていうのは絶対に失敗しないってことを意味しますで答案でいうと例えば原告哲格の答案の書き方っていうものがあるわけですよねであの処理手順に従って正しく書けるようになるのが精度でそれを「 いいついかなるる場面でもでもきるっていうのが定着度の話ですすなのでででこれも何でも何同じですあの、ね、体操でも他のスポーツでも勉強でも何でも同じですけれどもやっぱりその実力を底上げする期間とこの一定のところまで高まった実力をあの本番まで回復するとともに維持するっていう期間をちゃんと明確に分けなければいけません。で、えー、論文対策においてはステップ1とステップ2ここで論文の実力を一気に引き上げます。 で実力の底上げをするときっていうのは基本的に短期集中でやった方がいいです。質を変化させるためには、あ質をですね変化させるためにはやっぱりその一定の量を短期間一気にやる必要があるんで、あの同時複数科目を同時並行的にやらない方がいいと思います。学習効果を最大化図るためには実力の底上げをする段階では短期集中で一科目ずつ一科目ずつやっていくんです。でもこれやるとね例えば。 憲憲法法から入って憲法の総まくりで,予備試験過去問で行政法の総まくり行政法の過去問って流れやってで最後にまあ例えばそのまあ一番最後まあ民法最後の科目やったとしましょう民法やのもう2か月後ぐらい3か月後ぐらいですよねもうその時にあの憲法と行政法の実力が衰退してるんじゃないかと思われるかもしれませんがこれは衰退しても構わないんです。 何かというと、ステップ5で底上げすること、えー、ステップ5でもう一回維持回復するってことを前提にしてるからですね。で、これちょっと難しいことなんですけども、実力っていうものが例えば今これぐらいだと。で、これぐらいの実力しかない人が、ステップ5の段階で同じことを何度も何度も反復継続しようが実力の底上げはできません。なので、実力を底上げして、 あ実あここぐらいの実力ないですか一旦ステップ1とステップ2実力をここまで上げますでもちろん時間の経過とともにここまで下がるかもしれない半分ぐらい下がるかもしれないでも一旦ここまで持っていった実力って結構簡単に戻るんですよ。なのでここは実力っていうものは衰退しても構わないです。担当なんかそうですよね。 だって皆さんは最初に担当1週2週してでその後まあ論文対策をがっつりやってでまた年明けとか2月とか3月ぐらいから担当対策まあバーってやるわけですけどやっぱり、えーね、最後に担当やった時に比べて担当再開した時っていうのは正当率下がると思うんですよでも比較的早い段階で正当率徐々に徐々に伸びていく、えー、上がっていきますこれ一旦ここまで持ってきてるからですなので実力の底上げをするためにここまで引き上げるっていうのが大事なんですね ここまで1回引き上げればここまで下がったとしてもステップ5の段階でちゃんとここまで戻りますでもステップ12の段階で適当に勉強して実力がこのままの状態だともうここから上がらないですからステップ5の段階ではなので受からない水準のことを何回も繰り返してもこれは意味ないので一旦受かる水準まで上げて下がったものをステップ5で戻すこれが大事ですこれはも勉強でもスポーツも同じですなのでこのステップ1ステップ2っていうのは 実力の底をはかるためにやるものなんで一、えー、科目ず短期集中で一気に、えー、ですね、えーまあ、やりきっていただきたいと思っています。で、えー、それからですね、えー、ステップ2、えー、の話に入りますこの総まくりと予備試験の格好もこれどういう流れでやればいいのかってことなんですけどあの私が理想としているのは そう例えばですね、えー、じゃあ総まくり憲法行政法をって流れでですね、えー、受講すると、えー、仮定しましょうまあその科目順にね憲法行政民法商法民主法刑法刑訴という流れで、まあ、受講することをですね仮定するのであればまず総まくりの憲法の受講をしてで受講完了しますとでその後にこの総まくりの行政法の受講を開始します で総まくりの行政法の受講をしている過程で憲法の予備試験過去もの全部または一部を、えー、解くことになりますで、えー、総まくり行政法の受講が終了したらこれと同時に憲法の予備試験過去もの演習も一旦ストップをしますで、えー、民法の、えー、総まくりの、えーまあ、受講をスタートしてこの民法の、えー、総まくりに入ったら 憲法の演習はここで一旦ストップするわけですから今度は新しく行政法の予備試験過去問の演習に入ります。ということですね。なので次の科目の総まくりの受講中に一つ前の科目の予備試験過去問を受講する予備試験過去問を解くんだということです。というものをです、ね。 連続して行うことがでできるんですねやっぱり「プットとアウトプット」っていうのは連続してやることに意味があるのでこのですね「総まくり」の憲法は終了したら総まくり行政法にあって総まくり行政法の過程で憲法の予備試験過去問を書くという流れは是非守っていただきたいと思っっていいいますこの流れに例外ははちょととなななんじゃないかなと私は思っています。 でこれをですねもう憲法行政民法商法民主党刑法刑訴って流れで、まあ、3ヶ月ぐらいでやっていくわけですね3ヶ月か3ヶ月半ぐらいでやっていくわけですけどもうめちゃくちゃこれ大変だと思いますあの。予備インプット講座を聞くっていうのはですね比較的簡単だと思うんですけども、えー、総膜で受講しながら前の科目の予備試験のかもバン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 書かなければいけないわけですよね。で結構大変だと思うんですけどもただ大変なこととか心理的に抵抗があることほど 学習効果としては高いんでこれはですね3か月あるいは3か月半総まくりプラス予備試験過去問の起案これやりきったらもうこのステップ1とステップ2で論文の実力っていうのは合格レベルまで十分上がってます。これれもやりきれるかかどうかですで過去問演習する際にはもう総まくりでやった知識とか方法論総動員するつもりでやってください。でここでは、まあ、さっきお伝えした通り。 一つは、総まくりで学んだ知識方法論というものを本試験レベルの問題でとにかく使うことになれる。これが一番の目的です。で、もう一つはですね、これは、過去問演習を通じて自分の本当の姿を知ると。記憶力どれぐらいあるのかなと。理解力どれぐらいかな。で、相性のいい文章表現どうかなと。で、誰ぐらい、どれぐらい答案かけるのか。 いうことをですね踏まえて自分にとって理解しやすい記憶しやすいそして答案でも使いやすいという意味での自分にとってのベストな論証をここでですね完成させるということですねなのでインプットアウトプットインプットアウトプットってうのも行ったり来たりなんですよインプットしてその直後にアウトプットをするでアウトプットすることによって自分に合うですね論証とかにですね相幕に論証種の論章表現を変えたりとかですねあるいはその過去問を解いてる過程で ひらめいたことですねあこういった書き方もあるんじゃないかとかあこういった事実が書いてあるとこの論点問題になるんだなとかこういったまあアウトプットをですねやってる過程で獲得したことをどん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 その総まくりの論証集とかテキストに反映していくとこれをどん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 ,どんですねやっていくことによって自分にとっての一番使いやすい、えー、まあ一元化教材っていうのが出来上がることになります。これがアウトトトププッッににに直結すすするインプット教材です自分ととって使いやすいや論章に表現を変えたりだとか あのアウトプットしている過程でまあ気づいたことをですねえ論証集にどん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 反映していくとこれによって自分にとってのアウトプットに直結する一員が教材というものがえ出来上がりますでこれができちゃえばもうステップ5の段階でもひたすらこの論証集をえ繰り返してえ予備試験過去問のですねまあ過去問演習もや,ることやってインプットアウトプット双方やることによってちゃんと合格どころで上位合格できる実力を身につきますからねええうことになりますなので あのこのステップ2の段階で,です、ね、予備試験確保もやるわけですけどこの過程でまあ論文書もちょこ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 自分に、ね、え必要な形でこの修正したりまあ追加していくことになるわけですからあのそれをやるっていうのはステップ5の段階で自分にとって効率的な学習をするための準備っていう意味もあります。 やっぱステップ5の段階で,です、ね、なんかその論証書に書き込みとかやってる時間っていうのはそこまでないと思うのでステップ5の段階で効率的にです、ね、教材を使いこなすことができるような状態にするためにもステップ1とステップ2の段階で,です、ねまあ、そのある種作業的な書き込みとか修正ってことはある程度終わらせておいた方がいいんじゃないかなと私は思います。 でそれから2月中旬からら月中中旬担当試験対策に集中するこれはちょっとですねさっきもお話ししたことなんですけども、まあ、あの担当のどの時点でですね開始するっていうのはちょっと人それぞれだと思うんですけど、まあ、まあ私は少なくとも3ヶ月前からやっておけばまあちゃんと、えー、まあ間に合うんじゃないかなと考えています。で あとはですね、いや、自分は1ヶ月2ヶ月でも足りるんだと、いう方であれば、えー、その分ですね、この学習期間、あのステップ1、ステップ2の学習期間をですね、伸ばしたりだとか、まあ予備試験去問をですね、半分じゃなくて、ステップ2の段階で予備試験過去問全部やったりだとか、あるいは、そのステップ2に入る前に、このステップ4を持ってきて、あもう担当試験に入る前に、司法試験の過去問もちょっとやっちゃおうかなって形で、ステップ3とステップ4をですね、逆転させて、えー、逆転というか、そのステップ2とステップ3の間に、 ステップを持っていくとかですね、まあ、こういったやり方もあると思うんでこの辺りはですね、えー、適宜、えー、ご自身のその学習状況に応じて、えーまあ、修正を、まあ、調整をしていただきたいと思っています。 でそれれから、えー、担当対策に集中すすする必要性でで、えー、これもさっきお話しした通りです、えーまあ、憲法や刑法というものは結構論文知識との関連性が強いですしあとは読解思考で、ね、解ける問題も多いのでそこまで担当雇用の細かい知識というものが求められる場面は少ないんですけれどもただ、えー、予備試験の場合には商法民訴、継訴これはもう担当雇用の知識バン,バン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 聞いてくるので論文知識を前提とした、えーまあ、読解思考なんかではおよそ解けません。 なのでこういった細かい担当講演の知識っていうものはですね忘れやすいんですだからこそ短期間で、まあ、短期集中でですね一気にインプットを,インプットを完成させた方が効率がいいので。 まあやっぱ担当試験に集中するということが大事になってくるんじゃないかなと思います。で、あの勉強の比率についてもですね、さっきお伝えした通りです。やっぱりあのステップ1とステップ2、最終合最,最終合格を目標ですからね、論文合格は目標ですから、あの論文対策としてのステップ1、ステップ2で、えー、ま身につけた知識、方法論、感覚っていうものが、えー、まあゼロになるような状態ではいけません。 なので、ステップ1、2で身につけた論文対策としての知識、方法論、感覚というものが衰退するのをですね、まあ、なるべく抑えるために、最初の段階ではですね、 まあ例えば担当試験が担当タイが6割で論文が4割という形であの担当に比重を置きつつも最低限の論文の復習っていうものをやっていくと。で担当試験日が近づくにつれて徐々に徐々にこの担当の比重と論文の比重を1 0、えー、で0に、ね、近づけていくという調整をしていただきたいと思っています。でそれからですね ここはちょっとですねもしかしたらあの向き不向きあるのかもしれないですけれども、えー、憲法と民法の憲法の担当対策では あのそうまくりテキストトをを使っっったインプットをやてておおとといいいんじゃないかなか思っておりますこれはもしかしたら慣れない人いるかもしれないんですけどあの私のこの動画ですね見てくださってる方っていうのはおそらく私のブログもですね、えー、見てくださってると思います。で令和2年司法試験のリアル回答とかであリアル回答で私は実際担当試験解いたりとかですねあとはあの担当の特に憲法刑法っていうものは論文知識とあと読解思考で大部分の問題解けるんだとか民法は細かい知識出るんだけれども価値判断と承 法を使って解けますよ。とかですね。あとはあの総まくりテキストで、9割はあの憲法民法刑法ではあの司法試験レベルの問題にも正答率超えてました。とか、あのそういったことも、まあ、見ていただいていると思うんですけど、あのやっぱりですね。あの憲法民法刑法では、あのテキスト、えー、重視の勉強っていうのが結構ですね。役に立ちます。私はですね。えー、まあ、過去問回すみたいな。勉強はちょっとしなかったですね。で、なんでかって言うと、例えばその憲法である。判例が出たと。 まあ正面からね例えば空知トとか、まあ、重要なです、ね、通知人災事件判決とかですね重要な判例が出たとしてもじゃあこの出題された判紙がピンポイントに来年再来年出るかって言われたら多分出ないです。同じ判例は繰り返し出たとしても同じ判紙がピンポイントに出るってことはかなりまれです憲法において。それぐらいい憲法の話長いんでとなるとピンポイントに去問であで判例の判紙読んでてもあんまり意味ないんですよね。 なのでやっぱりその過去問で出てきたことを念頭において大体この辺りが今回出そうだなということに当たりつけてまあその憲法の判例を読むっていうのが結構憲法の論文対策としては大事になってくるかなと思っていますしさらに言うとあの一番重視されてるのって理解部分ですからねあの憲法の判例問題でも。なのでぶつ切りにししてててだけ記憶しててもあんんまり役に立たないんですね知識としてであとは刑法なんかだとこれまあ私の「リアル回答速報」の雑巻とかですね あとはその論文知識とその思考読解でその合格点を取る方法とかってまあ動画もあるんですけどこういったことをですね聞いていただければ分かる通りあり丸,丸暗記するようなです、ね、細かい単独行為の知識で解く問題っていうものはかなり限られています大部分は論文と読解思考重視の問題ですねこの読解思考の前提になってくるのも論文知識であることもあるんですけどねなので結局テキストベースの勉強した方が点数が安定するんですよ。 なのでもちろんね過去問をやるなとは言いませんが過去問ぐる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 回してるだけでは、えー、まあす多分予備試験受験生の方もあの辰巳法律研究所のですねパーフェクト本を使ってるかもしれないんですけどもうめちゃくちゃ分厚いですよね。私が受験生の時あれあの半分ぐらいの厚さでしたからね私平成26年合格なんでそれから67年経ったんであの,あの冊子がですね半分ぐらいしかないわけですよ。なので あれをあの下4方と一緒にやるっていったらもう担当の過去も多分これぐらいになるんじゃないですかなのでここまでやることが要求されてるかっていうと要求されてないと思いますし実際に私今回総まくりのテキストだけで1日2日でインプットしてあの上、まあ、3方ですけどあの140点取ることができてるんでなんかその担当対策については上3方はある程度論文知識と読解思考消去法であの点数取れるんで。 上3法いては効率的に勉強していただいてで浮いた時間を下4法の担当とか論文に私は使っていただきたいと思ってます。あんまりね他校の,の名前出すのもあれなんですけど辰巳法律研究所のパーフェクト本って民法で2分冊で,で憲法もと刑法もあれそろそろ再来年ぐらいから2分冊になるんじゃないですかね。あの今合計4冊ななんででですすけど上三でこれぐらいありますよねなので まあ、これぐらいになるわけですよ。なので合計でだってまあ2,000ページは軽く超えてますからね解説で。なのであ2500ページかな2500ページぐらいはあるんじゃないかな多分。なのであれを上3方だけで回すっていうのは相当厳しいと思いますコスパも悪いので私はそうまくりテキストでインプットをした方が楽だなと思います。でも いや論文違い解けるって言っても解き方わかんないよとか思考読解受診って何って、えー、疑問ってあると思うんですね。で、えー、これについてはですね私が、えー、ちゃんと令和2年試験の過去問を使ってお伝えします、えー、この「秒速シリーズ総、えー、まくり」「過去問攻略講座、えー」この受講してくださっている方々には、えー、今週末にリリースされる「 令和2年司法試験担当過去問完全解説講義が無料で提供されますこれ何なのかというと、えー、私が令和2年司法試験の担当過去問の完全回答を作ってます丸抜動向じゃなくて解説も市販の教材よりも丁寧に書いてますこれはですねどういった講座なのかというとあの知識を伝えるんじゃなくて解き方を学んでいただくための講座です で、これは問題傾向っていうものがあって、えー、問題類型があって、えー、各科目について読解思考重視の問題と論文知識重視の問題と担当知識重視の問題っていうものがあります。で、担当知識重視っていうものが、丸暗記した知識を使って整合判断する知識です。で、えー、論文って、えー、知識重視の問題っていうものは、これはもう論文レベルとして押さえていかなけおかなければいけない知識だよねっていう。 ことと問われたりだとかあと刑法で例えば因果関係が認めるかどうかみたいなのはあれはミニ論文試験として解いていくことになるわけですからあ手いったが論文知識重視の問題。で、えー、読解思考重視の問題っていうものはあの担当講義の細かい知識は問われない一方で読解思考までしなければ回答をすることができない問題です。まあ、見解問題なんか特にそうですよね 見解 B が見解 A の根拠になっているかどうかについてあれは別になんか事前にですねこの過去問の選択肢丸暗記してれば解けるような問題ではないわけで最低限の法律知識場合によっては法律知識全然使わない場合もあるんですけれども読解と思考それによって正誤判断していく問題があります。でこの問題類型ごとに今言ったように解き方全然違います。なのでこの問題類型ごとにまずは全部の問題を振り分けます。ここれれはは読解重視これは思考 あ、これは読解思考重視これは論文知識重視これは担当知識重視って問題全部振り分けますその上でまずは今回の問題をどうやって解くんですかっていうですね問題を解くための思考方法について最初お伝えします例えば実は細かい担当知識が問われてるんだけれども消去法を使えば論文知識だけで解けますよねとか これは細かい知識問われてるんだけれども価値判断によってこの結論を導くことが実はできるんですよとかそれはまあ受験技術的なことも含めてですねこの解放としてまず伝えてこの解放前提として選択肢ごとにこう考えてとかこうやって知識を使ってえ、えー 成語を判断して結論を導くんですよいうことを説明するんでここではですね知識という汎用性の低い情報をペタッと貼り付けて解説に反映するだけではなくて知識の使い方と読解思考のコツという汎用性の低い技術ここまでが解説に反映されてるっていう点で従来の知識偏重型の過去問集とか足、まあ、別問題集との解説の大きな 違いですまあ、これは予備高校生の私がですね徹底した分析に基づいて作ってるからこそ、えー、できるものです。で、えー、これによって何を身につけていただきたいかっていうと繰り返しになりますが問題のの類型ごとの解法ですでこの解法が分かれば勉強法も変わってきます。ななので、えー、知識を身につけるんじゃなくて えー、この問題類型ごとの解放っていうものを合計77問通じて身につけていただきたいと思っています。えー、なので、えー、ここでですね、えー、今回のこの他とも、えー、担当の過去問解説講義、えー、これを使って、えーまあ、担当のです、ね、コツをつかんでいただくと。 えー、この問題の解き方っていうものはですねだいぶ変わってきますし、えー、この担当対策の負担もですねだいぶ軽減されるので、えー、この浮いた時間をですね、えー、下4方の担当対策とか論文対策を私は使っていただきたいと、えー、思っています。まあ、この令和にね司法事件担当過去問完全解説講義というものはまだあの正式にはですねブログで告知はしてないんですけども、まあ、あの勉強計画のですね、えー、このスケジュール、えーまあ、記事とかではもう説明はしています。 であとはステップ4担当対策と並行して司法試験過去問をやるという点でありますがこれについてはですねまた改めてブログで予備試験対策としてやるべき司法試験過去問について、まあ、あの重要度をつけてですねちょっとランク付けみたいなことをさせていただきますのでそちらを参考にしていただきたいと思っております。でさっき説明した通り予備試験との関係で、まあ、司法試験過去問が重要なのって係行政法 憲法・民相ですで商法刑法民法も関係ないとは言いませんがあの優先順位はですね今言った4科目に比べれば低いので、まあ、そこままでははやる必要性は私は乏しいいかなと思っていますでそれから、えー、最後に担当試験終了後の論文対策でありますが、えー、繰り返しになりますが、えー、ここではですねもうステップ1からステップ4までやってきたことをひたすら繰り返してその精度を高めるとともにその定着度を 高めていきますなので予備,予備校のですね当連模試この節を除いては、まあ、基本的に新しいことはやらないと。で仮に、えー、司法試験過去問ですねやるのであればもう解説講義とか答案作成はもう飛ばして 問題文と答案例をざっと確認してこういった事例でこの条文この論点が問題になるっていうことと答案のまあざっくりとした流れこれを確認するにとどめ,めましょうそもそも予備試験っていうのは1科目2時間で書くような問題ではありませんからステップ5の段階で予備試験と異なる過去問をフル起案するっていうのは時間間隔狂うことになりますからそういった意味でも私はステップ5で小試験の過去問をやることは、えー、を起案することはおすすめはできませんで 実際にです、ね、私はどういった試験前にインプットをしていたのかというと私はの科目ごとにそのまとめノートというのがありましたまあ皆さんでいうとこの「総まくり論モンとか総まくりテキストですかね。でそれをもうひたすらひたすら何度も何度もですね一日中繰り返してもう試験当日にはですね頭の中でテキストを見開いてどこに何が書いてあるのかということを画像として瞬時に呼び起こすことができるような状態まで持っていっていました。 まあそれはなんか私もしかしたら記憶得意だったからそこまでできたのかもしれないですけどもえ理想的にはあのそこまでやっておくともう記憶喚起っていうのが入囲まず反射的に論点気が付くんですよ。で答案を書いてる過程とか答案構成の過程であれあの定義なんだっけあの要件なんだっけみたいな感じで悩まないんですよね。なのであの無駄ななな思考がなくなりますこれによってまあ情報処理っていうのが早くなってそれによって書ける分量もえまあ変わってくるわけ増えてくるんですよね。 あとはあの知識はちゃんと頭の中定着してるんで知っていたんだけど気が付きませんでしたってことはまず起こらないです。結局知っていたんだけどあの問題で気がつけませんでしたっていうのはあれはまあ、もちろんこの問題演習が足りないっていうこともあるんでしょうけどもう一つの理由としてはいやそもそも気が付けるほど知識定着してなかったでしょってことです。 なので、えー、論点中止できないポイントっていうのは、まあ、大きく分けて3つあって1つは単純に事例と論点の対応関係を知らなかったもう1つはあのやっぱり問題文にアプローチするための思考方法っていうものが確立できてない例えば民法だったら請求から考えて、まあ、その次に法律要件レベルのことを考えるとかね、えー、そういった思考問題文にアプローチするための思考方法が確立できてないで3つ目知ってるんだけれども事例問題で気が付けるほど知識が定着していない 意外とこの定着ってところを忘れがちなんで、ここも結構抽出レベルのところでも大事になってくるんだということは知っていただきたいと思っています。で、えー、実際今回私ですね、えー、秒速総まくりのテキスト論収集と過去問講座のテキストだけで、えー、まあ2時間ぐらいで予備試験のですね、えー、答案をざっと書いてみて、それでも私はまあ一桁に入るぐらいの答案を書くことができたと思っています。私あの司法試験で総合39位で、まあ論文で3 んえー、総合が39位かで論文が36位であれは8,000人中の36位ですであれはも,うもちろん手書きした答案なんでねその制限時間内でなのであの時間計らないでテキスト参照しながら書いた答案の方がもちろん水準は上がりますでそれから私も予備試行講師やって6年経ってるんでなおさら答案の水準は上がってるんで私がその今回公表した、えー、答案っていうものが一桁に入るっていうのは私は、えー、間違ってはないと思っています なので、えー、あれぐらいの答案で一桁に入るっていうのは現実的な水準としては分かっていただきたいと思っています。で、あのとは見てね。いや、例えばあの当てはめがね。ちょっと薄いんだとか。もうちょっとなんかここ充実して書いた方がいいんじゃないかなと思うかもしれないんですけど、いや書けないんです。だって88行以内でで1行あたり28から30文字に設定して、私はあの全部最初から最後,最後まであの最終行まで書いてます。 でもあそこまでで分量をかける人って予備試験のもうトップクラスの人でもいないと思うんですよ。全科目についてて最最初から最後までかける人なんてってことを考えると控えめに言っても私はあの答案で一桁に入ると思っています。1位って言ったら嘘になっちゃう可能性があるんで1位とまでは断言しないですけど少なくとも一桁には入ります。なのでえもう総馬のテキスト論証集だけで一桁に入れるぐらいの答案書くことができるんでもう新しいことやんなくていいです。 秒速総膜のテキストまたは論証書もひたすらひたすら繰り返してもう頭の中でテキスト、論証書見開いてどこに何が書いてあるのかってことをイメージできる状態まで持っていけばもう合格どころか上位合格までちゃんとできます。なのでもうステップ5ではですね自分がこれまでやってきたことで、えー、自分が 選択した教材を信じてひたすら同じことをもう繰り返してどん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 精度と定着度を高めていって合格さらには上位合格の可能性というのをですねどん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 高めていっていただきたいと思っています。以上がですね私が考える令和2年予備試験合格に向けた秒速講座を使った学習スケジュールとなります。で最初の方でも申し上げたとおり 万人にとってベストな勉強計画っていうものはありませんからこの勉強計画さらには何でこういった勉強の計画にしているんだっていう理由これを踏まえてご自身にとってのベストな勉強計画っていうものをですね立てていただいて来年の予備試験合格をですね確実なものにしていただきたいと思っております。 でそれではですねこれで令和三年予備試験合格に向けた学習スケジュールに関する動画を終わらせていただきます長い時間あたりご視聴いただきありがとうございました